MLB、マーリンズ11、9、ドジャース、9月17日、日本時間18日、マイアミ映像、4階席、2着弾、ドグンベンチ驚学の一部始終、ドジャースの大谷翔平投手がマーリンズ戦に1番、DH でスタメン出場。第2打席で今季48号ツーランを放った。 4階席の高さに相当するライトスタンドへ突き刺さるような圧巻の光景にチームメートも驚きのリアクションを見せていた。大谷は第1打席でマーリンズ先発マコーガンに見逃し三振に切って取られた。0対4とドジャースが4点ビハインドの3回、一死一塁の場面で大谷が2打席目でマコーガンこの日2度目の対決を迎えると3玉目、インコース低めのスイーパーを捉えた。 高いアーチをかいた打球の角度は32度、4階席の高さに相当するライトスタンド2階席に完璧な一発を叩き込んだ。打った瞬間、ベンチで大谷渾身の一振りを見ていたチームメイトも一斉に立ち上がり喜びを爆発させている中で、カーショーは驚きを隠せないといった様子で、お口をあんぐりさせていたほか、フリーマンも、やべえな、とでも言わんばかりに圧巻の光景に呆然と立ち尽くしていた。 5試合23打席ぶりの一発で大谷は48の48の偉業を達成すると同時にメジャー通算219号でアジア出身選手単独本塁打最多をマーク。さらに100投打点で日本選手シーズン打点歴代2位を記録した。ドジャースが残す試合は残り11試合、50から50の歴史的快挙達成ももう時間の問題になりそうだ。